どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐イリミカヤを駆逐せよの A に、挑戦していきたいと思います。こちらのパーティーですね、敵が水属性なんで重造とアモンで、弱点をついて、ガンガンねダメージを稼いでいきたいと思います。確か今回もトータルダメージのチャレンジがあったと思うんでね、1億かな2億あったのかな、ちょっと見てないんでわかんないんですけど、ですね、まあ事前にちらっと見たんですけど、武器耐久値が1、2、3、4、10が2列で20ということでね、一旦に20削らなければいけないんですね。じゃあ行きましょう。アモンで5だよね。で重造で10だよね。でかな、ただ連撃が入るから、ちょっと待って、怖いから重造から行くか。ただそれだと、いや2回打てるからいっか、いいや行こう。お題は結構、2回打てるんで大丈夫だと思うが、これで重造って8だっけ、で連撃で1個削れるのな。 OKOKOK、 じゃあこれでエト打ったらまずそうだから、全員で削ってエトだな。アモンさん打てるんなら打てるな、打とう。打ってブレイクしないはず。オッケー、危ね。で最後エトで削ってブレイクバースト発動、打とう。で重造打った後にアモンさん打っちゃうと、相手に対する攻撃デバフがアモンさんの方が上書きされちゃうんで、アモンさんはさっさと打ちたいところではある。アタックポイント5あったらアモン1回溜まるよな。大丈夫だよな。あ、全然溜まるわ。で、あとは、重造で殴りつつ。あと、後ろに下げてるあれだね。無突きで全員にバフかけていきたいな。で、これで敵の攻撃力を 0.5 倍にしとくと。0.4 か。0.4 ですね。で、1ターン目は無突き打って、もう1回重造に変えて、重造で1回スキル打って終わりでいいでしょ。あいつ何してくるかわかんねえしな。この時点でなんぼだ、なんぼ出てる、3000万ぐらい出てるかな。お題は結構4000万ぐらいだね。オッケー、まあ1ターン目は5000万と、まあ、もう結構いったな。武器耐久値全回復、いやーきついな。もうこれ以上さ、武器耐久値上がんないよね、これ以降のターンで。オッケー、武器耐久値回復しかしてこなかったな。じゃあとりあえずさっきみたいに重造を打って、これであと8ぐらいになるのかな。これでアモン打つとやばいから、まあ袋でいいかなとは思うけど。で袋で削ると、オッケー。あ、武器耐久値これマイナス7なんだ、フクロウって。でまずアーモンやって、いいね。オッケー。で重造だね。2ターン目もまあシフト使ってもいいかな、正直。ただあとね、3ターンだったような、ムツキのバフの効果が3ターンだったような気がするんで、まあ、後でね次のターン上着できねえからな、まあ、ここで使うべきだったのかな。まあいいや、1倍のダメージ、前衛1倍、1しか食らってねえぞ。ワンワン、いや誕生日ムツキが強いだけの、ダメージもえぐいけど誕生日ムツキが強いだけになってしまう。重造打つか。お題は結構、ザン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 と。これいけるよな。123456789、あ多分7だったな。あとオッケー、ブレイクでアモン打って、今これトータルもう1億5000ぐらいいった。
あ、1億はいて5000はさすがにいってないか。ちょっと、お、やべ、ちょっと調子に乗ったな。まあでも2億は優に超えそうんで、重蔵に試さす方向でいっちゃう。クリア。でここでちょっとシフトもったいねえから使うか。出血させてもいいな。オールに変えて一回出血させてみる。そうするか。俺の出番か。お前の出番だ、久しぶり。これ17あってたまるかどうか知らんな。もしかして今重蔵で5倍のとこ殴っちゃったかな。やらかし。オールたまんねえ可能性が。おっと、たまんなかった。まあいいや、やばいかなこれ。これやばいような気がするか。7で次の10何回でスキルつなげられる。あ、いけそうだな。7で半分近くまでたまるんだったら、まあいけそうっちゃいけそうだな。あと3ターン、でこのターンで切れるんだっけ。切れない。まだ切れてないってことは、待って、絵とたまんなかったんだけど、これしくったな。ここでシフト2回使っちゃうの。絵とたまるかと思って普通に殴ってたらたまんなかったんだが、きっついな。オール打ちてえけどオール打ちてえけど味方にバフかかんねえから、ここは絵と使うわ。これさ、防御力を2倍にしてるとはいえ、あのブースト剤でね。エトじゃねえわ、ムツキのバフがなかったらきついのかな。耐えれるよね、一旦ぐらい切れたとしても。やっぱこの駆逐だけだったかな、駆逐特有のこのカメラの視点後ろからっていう。あのリニューアル前はね、カメラこの視点後ろは良かったんだけど、カメラがこうぐる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 ね、角度を変えてたんだよね。固定にしたかったんだけど、固定もあったっちゃあったんだけど、攻撃すると解除されちゃってたんだよね。はまるかな重蔵。あ、やば。あー、ここで殴ると次が辛いから置いておくしかねえ。1倍のダメージ、言うほどだな。武器耐久値回復。あ、やっぱり武器耐久値があれなのかな、ネックなのかなこいつは。じゃあとりあえず重蔵で削るか。いや、ここ普通に殴って削ってからの方がいいんだよな。ザン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 と、お題は結構。デートで削ってブレイクバースト。まあここムツキに変える必要もねえから、普通にオールに変えようか。最後シフト2個残ってたらな。おっと、これアモンさんが4になっちまった。4でたまらすにはちょっと考えてやらなきゃいけないか。うわ、やべ、たまんなかった。今調子乗った今調子乗ったよ。いけるだろうとか、2回連続アモンさんに殴らしちゃった。あいつに出血してる、イリミさん。してるるるるるね、しておるね。で、重蔵に試さす立ち回りをして、重蔵打って、まあいけるか。重蔵のデバフもかかってるしな。
誰も死ぬことはないだろう。フラグ、トータルダメージ2億はいったとは思う。おお、かっけえ。スキルこんなかっこいいんだ。なんか音がドゥルルドゥルルみたいな。ということで今回駆逐への入り身さんでしたね。トータルダメージ2億、2000か3000、40005000と加工付きが5個で6000、これあれだっけ、1億で10個もらえるんだっけな。7000クレジットが1億クレジットかな。8000、2000チケ、9000で促進剤1個で、トータルダメージ1億で加工付きは10個と。ダメージレポートはこんな感じですね。アモンさん溜まりやすいし、アモンさんシフト方向の方がいいのかな。別にムツキ使うんだったら重蔵のデバフを気にする必要もなかったような気もしますね。あとカナエな、あのイベ占領戦のイベントで手に入ったカナエもまあうまく使ってアタックポイントを増加させてあればもうちょい稼げたのかなと思うけど、カナエいまいちまだ使い方が分かってない気がする。エトとシフトさせるのがいいのかな、真ん中に置いて。まあそんなところですね。はい、ということで、今回2億1400万ダメージ、達成ということでね、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。